がくれた顔面コロコロ。暇があれば。いてらいてら。いてらいてら。どういたまして。履いちゃってください。ガチャガチャした方がいい。さあ、言わずにやってみてね。あかん。おはようございます。木曜日4時半の耳内です。寒い。昨日昼間暑くてな、暖房機取ったんやんか。暖房機リッパやったん忘れとった。めっちゃ寒いね。お湯で血管を温めております。これ結構な、すぐ体暖かくなるんで。昨日、肉弁当を希望するゴーくんのために見てていうか、巨大なお肉パック買ってきました。はい。これで5日は安泰やで。サクッと入れちゃいます。肉弁当完成。ほんまに肉しか入ってないやん言われそうやけど。本人のご希望なんです。おはようございます。ゴーです。うん。起きてよ。うん。間に合わすのが男や。寒い。寒いな、叩き起こす。おはようございます。本日は1階のキッチンで、ママちゃんがね、釣りでいないんです。朝ごはんと弁当を作っていきたいと思います。もうこう釣ってるんやろ。卵まで出しといてくれと。フレンチトースト作ります。というわけで本日も簡単弁当です。ステーキハンバーグ弁当、超簡単。冷ましてから締めます。美味しそうな匂いするよね。洗濯とかしてから降りてきたらよかったな。見てみて美味しそう。今日は心くんと勉強会しよう。他にね、やっと勉強しとんか分からへんからおみみさんも食べますよ。みみちゃんもいるよね。あとウインナー焼いたのに朝ごはんとお弁当完成。化粧紙に上がろう。猫が可愛い。今日もりゅうちゃんが起きて作業しに行きました。作業してもかな知らんけど。髪切りたいな。切りたいって思うだけで美容院は行きたくないねんな。自分で切ろうかな。静かだな。毎日同じブログ続けようってさ、いろんな出来事あるけどさ、編集してみるとさ、なぜか20分になるんよね。なんでやろ。カットし終わった時点でだいたい20分から30分になるんよ。あれすごいなと思う自分で。この動画も多分20分ぐらいになってるんでしょう。なんででしょうね。感覚で20分にさせてるんやろな、もう。あ、やばい。髪の毛にマスカラが。金髪にマスカラついちゃうとさ、めっちゃ目立つよね。私のメイクポーチ見て。かわいいな。チロルチョコ。やらん。私らがご飯行くときにやるから。じゃないと弁当あさられるから。よし、光完成。タイツめんどいけど。ほい、タイツめんどいよね。じゃあなんで履くんかって？ズボン履くのもめんどくさかったから。タイツさ、着圧かな？何？足しびれるんよね。密着しちゃうからやろな。いい天気ですね。なおこさんがくれたななちゃんのズボン、全部ちょうどいいサイズやった。ありがたい。サムチ抱っこしてほしいんかな。ずっと足元におんねん。かわいいね。ほんまかわいい。子供もかわいいよ。あ、はよ。あら珍しい。自分から起きたん久々やな。さあ、小兜は生きてるんでしょうか。ずっとここケースありますけど、私は虫はあんまり飼いたくないです。触れないんでね、自分が。カエルはまだギリなんとか触れるんですけど。おはようございます。ベッドに戻っていったぞ。なんでベッドに戻っていくねん。どこちゃ。もう一回寝ようとしよる。靴下が必須の時期になってきたからさ。靴下がめっちゃある。ほんで私の分が間違ってナナハンとこに行ったりすんねんね。で、私の靴下どんどんなくなっていくね。で、心くんたまに左右が違うっていうね。猫たちが訴えてくる。餌くれって訴えてくる。たまごっちやんどと思ったらまだ寝とった。起きろー。ねえねえ。ねえねえ。猫来た。猫来た今。大事なとこやられたんじゃないか。ごめん、面白い。お腹やられたか。たけしを回すよ。毎日さ、寝とる隣が猫のトイレやねんけどさ。トイレした後めっちゃ臭いんよね。誰がやったんや。ビンか。お前やろ。朝ごはん作ったよ、ママ。チャーハンじゃないで。楽タン。ななちゃん待っとって。お前らたけし来るぞ。起き上がれ。太陽が眩しいな。もう絶対天気いいわ。え、起きた？おはよう。なんか起きたら進化した。起きたら進化したっておもろい。進化したらミキした。俺を嫌がるまで試してない。多分お腹いっぱいの時はうんって言うから。いただきます。うまい。やろ。フレンチトースト久しぶりに食べた。久しぶりやな。お風呂入られておいて。おやつ。おはよう。留守番してもらうってできるで。それしといたらいいの。そしたら学校行った間も大丈夫や。昔のたまごっちは留守番機能なんかなかったからさ、ママが学校行って帰ってきたら死んどるみたいなことあってんね。僕のベルトしてください。僕のベルトなくなったの。ベルトなんかなくすか。たまにはこういうのもありだね。やろ。お耳さん食べれんっていうから、お耳さんまで焼いたよ。どうぞ納豆さん。心くんお耳さん食べれるよ。ペン回しできる。できんよ。え、できる。ペン回しすな、フォークで。フォーク回しやそれ。これ早くしてみて。あ、してください。持ってきてくれた牛乳。最近さ、営業してる人に一口ちょうだいって言ったら、友達だったら何人いいよって時いるかって返上したら、10人中1人しかくれない。一口ちょうだいはずるいよね。ほんまに。私は絶対あげる。じゃあやろ、一口ちょうだいって言われたら全部あげるのよ。そう、全部あげるか、あげる。ありがたいからな。なんで一口なの？プータ買ったらいいやんってなる。そうそうそう。ほんでまだ半袖かい。お前でしょ。ジュリー、変な子やって思われたくないからエリ返してくれ。おやるある。エリ返してくれ。何今の？あ、大丈夫？髪の毛やるの持ってくるの忘れた。え、これどうしたの？ん？頭これどうしたの？パリパリやん。なんでよ。リンス落ちないわ。え、これやばいやばい。お風呂入らなあかんわ。それでお風呂入らなあかんからお風呂の準備して。あ、ななちゃんお風呂すぐ編集できると思ったのに。昨日リンスバンバンに入れたからだ。もうこれリンス固まったまま寝たの。あ、昨日確認したらよかった。失敗した。今日は確認するわ。タオル首に巻くのはさ気づくのにさ、なんかタオルにしてた。リンスなんか流し忘れとったら思うへんやん。ドライヤーしてきます。目覚ましじゃんけんだから何出しますか？頭がパー。はい、いってらっしゃい。前髪切ろうね、今日。自分で切る。ダメ。じゃあね、いってらっしゃい。はーい。編集頑張ります。どうぞどうぞ。はい。今日はこの子です。今日はこの子がすごいゴロゴロきます。猫らしい猫みたいな顔してるよね。もうまザ・猫って顔。構えてんねんけど。ママ編集したいんですけどね。ちょっとそういうのを布団でやってきい？お布団でゴロゴロ。これ投げたらこれ。うん。編集頑張ってるんですけども、猫ちゃんに邪魔されます。ぽい。あ、今日も朝ごはん、ミミネが買ってくれたウィダインゼリー飲みます。いただきます。このさ、ウィダインゼリーのさ、このエネルギーのマスカット味が一番美味しくない？私これが一番好きやねんけど。もう一本飲んどく。12時です。あ、姫、くくたんくたんになってねと、うっちゃんここです。うっちゃんは私が編集しとる横でね、甘えてました。え？ミロさん。ひなたぼっこしとんの？あら。盛大にひっくり返すと、るっちゃんがやったでしょう。あるね。懐かしい。トワとミーの写真が出て可愛かったな、この頃は。さっき言ったよ、トワ。今日は昼からやねんって学校。で、行ったはいいけどさ、バス乗り遅れたって言って、また帰ってきてさ、また15分してさ、行ったわ。年前行動、せい、言うたった。おった。お水もあったん？ほら、尻尾濡れようから、はい、座って。そうね。可愛いわ、みんな。で、今日のお昼ご飯。ちょっとパン焦げた。昨日のハヤシライス。カレーパンじゃない。ハヤシライスパン。で、トワがさ、一瞬バス行ったって言って、一瞬帰ってきた時にさ、ハヤシライス食べて行ったんよ。だからな、お米も残ってなくてな。で、ハヤシライスのルーだけこっちだけ残っとったから、パン焼いて、つけつけパン。めっちゃ焦げと。で、さっきさ、こうくんから電話かかった時にな、昨日ミンチ安かったから買っとったんやけど、今日の晩ご飯ハンバーグでいいって言って聞いたらな、いいよって。でも明日から俺ダイエット食にしてって言われて、とうとうダイエットする気になったんだなっていうな。ハヤシライスパン初めて食べた。なんか変な感じはするけど、食べれなくはないよ。うん。美味しいんじゃない？ダイエット食ね。なんか温野菜とかさ、鶏のささみとか、胸肉とかのイメージ強いねんけどな。でも別でしないかんのちょっとめんどくさいな。まずご飯だけ抜いてみたらって言ってみようかな。ご飯あかんのとか言ったから、ご飯があかんこと知らんのちゃうかな。美味しい。それなりに。この焦げた端っこ美味しいかも。ダイエット食調べようなあ。迷惑そうな顔しとるけどティーンは嬉しそうやで。キャスちゃん温めたって。ママの上ずっとママの上くんねん。めっちゃ嫌そうな顔してる。嫌なこのカツの顔ツボやねんけど。はい、仲良くね寝しそってください。そっちは知らん顔やな。仲良く寝とって。今日はあなたなんですか、そこ。びっくりしちゃったよ。また桜が入っとんかと思ったら、あなたが逃げてきたん、ここに。はい、ゆっくりお休みください。こっからくん、おーちゃん着替えてるんだ。はい。こっからくんと勉強会だ。今日僕1時間半ぐらいずっと勉強しっぱなしだったのが、本当か。疲れてるのだ。それでボールをちょっとだけ蹴るのだ。うん。疲れてたら、寝転ぶとかじゃないんですか？これもしたいのだ。なあ、やめて。ナナやめてって言われたらやめて。ナナやめろって言われたらやめて。こっちでボールがなんだ。ビビるな。自分で動く。じゃあこれはどうするの？下に来たらどうするの？反射神経よね、バレーって。それは無理。それはエグい。なあ、それはパソコンあるからやめようか。向こうでやってきて。コロ君、コントロールを 100% する自信があります。絶対嘘。意外と早い。ほら、コントロールできてないやないかい。向こうでやってくれ。勉強会しないんですかね。勉強するのだ。するのだ、するのだ。弱いじゃないのだ。何？また今度でいいからさ、全買っといて。うん。買い物行くの私じゃないね。パパに言っとくわ。なんか、なぜか、最近だけ起きるの早い。パパに言っとくわ。だけ言われてるで。だけ言われてるで。感じはチャレンジタッチでやるんじゃないの？ワークがあるんや。前のページ来てなかったけどね。地域でやろう。後のページ。ノーズだ。ノーズ来たらいる。ほら、来た来た。何それ何それ。うわー、何それ。こっちは綺麗だよ。曲がかけたいね。だから無理だね。トゥルルン、トゥルルン、トゥルルン。ココラ君が声真似してるやつ。やばい、もっと中にいた。どうする？まあいいんだよ。この外から入れられるんだよ。レタリングめっちゃ得意だ。レタリングって何？レタリング。レタリング。これめっちゃうまいね、俺。美術の先生に褒められてん。へぇ。ピンポーン！てるるるん、てるるるん、てるるるん。答え見てる？回答！え、なんで答え見る？いいでございます。え？めんどくさいから。答え回収しました。頑張れー。ち、回答。はい、返せ。学習ノート。あのお金全部取るぞ。回答返せ。いいよ、いいよ。2000円だ。ダメ。あなたの財布の中身全部取るぞ。回答返せ。はい、ヨロピク。頑張れ。ワークもやって。頑張れ。なんだろう。はぁ？キャスと一緒に写っとるで同じ顔してる。カットだよ。こいつな、全部答え見とったで、ナナ。数学だけ答え見てない分。え、数学は答え見てないの？なんでなん？答え見ない。なんでなん？え、だから点数いいんじゃん。携帯は返ってこんと思え。やだよ。ここにさ、テニスしてるの平均点以上取って、社会は2点低かったけど、つって。めっちゃいいよ。でさ、四天王つって、スマホ返してもらうために4人に OK 出してもらわなあかんねんけど、つったら、笑いながらさ、即答で、取りって言って。そう言ってやれ。なんでな？おかしいやろ。なあ、聞いて。俺さ、集中しようと思ってさ、集中しだしたときさ、勉強したときさ、さっき見たらわかると思うんだけど、こうやって。ゼロが出てくる。レイジェルみたいになる。そうだ！昼のおやつ食べながらしよう。ママもいるかい？いらないですよ。なぜだい？僕と勉強するときは、ゆったりとしてないといけない。皆さんわかりましたか？皆さんこれをしましょう。はい。やめろ。ママスイッチ貸してくれる？いくらで？1万、5万。いいよ。うまいね。の言い方が大木戸博士と一緒だね。うまいね。うまいの？うまいよ。なんて？え？なんか言った今。言ってませんよ。後で聞いたらな、お前調子乗んなよって言われるで。そうなん。パパが聞いたら多分殺される。何回殺されるの？あなた人生で。マリオ。帰ってきたで、最近だけ6時半に起きる男。あんた言うのやめとき。っていいのは私だけや。なんで？なんでも。俺起きんから。だって今日自分で起きたもんな。起きたな。俺さ、起きた瞬間、意識あるからね。起きた瞬間、意識あるって、人間誰でも起きた瞬間、意識あるで。もうないやん。パパとかママないやん。あるよ。パパは絶対ない。あるよ。パパ起きてさ。例えばさ、なんで最近こんな起きるの早い？俺さ、今日勝とうとしてさ、自分でさ、7時前ぐらいに起きたのにさ、起きとったからさ、しかも着替えてて、なんでそんな起きるの早い？勝負したん？俺一人でな。パパが入るの。パパと勝負しよう。当たり前やろ。最近の日常どうとか。いや、それは、もういいからやろう。いいからやりな。別にいいじゃない。別にええやんやろ、あんたの言い方。もう別にええやんか、もう学校の給食のせいでカツ嫌いになってん。えぐいで。学校の給食カツ出しすぎやで。え、6時までするんやろ。ちょいよ。6時まで。この人時間計算なんです、勉強はね。はい、やりがいを求めるタイプではないんですね。はい、やりがいを求めようとしたら俺1時間で終わる。あ、この法律事務所、それ消費者金融と法律事務所一緒になってる。あと2ページで終わり感じで、あとは答え写すだけと。うん、その人な、キモい先生ナンバー3に入った。もう言うな、そういうこと。悪口が止まらない。一番優しいカットやから。もう先生の話、先生の話はカット。やっぱさ、俺ミミネートさ、どっか行く方がいいと思う。なんで？ミミネートなんかおったらさ、ケーキ買いに行った時とかさ、アホとアホのなんか戦い合いみたいな。それはな、ぜひな、動画を撮っといてくださいね。動画撮ってますよ。あ、そうなん。多分普段の様子に撮っとんじゃん。やろうな。うん、多分それ再生回数上がる。おい、猫容赦なく通っていく。耳ねえさ、怒るときはさ、めんどくさいから嫌やけどさ、ケーキ買いに行ったりするときはさ、耳ねえ1000円分負けてくれたもん、2000円。え、でもママも普通に喋っとったらおもろいけど、説教しだしたらうるさいろ。そう、それと一緒や。あの方は喋ることは短くて時間長いね。悪口大会やん。話してから次を話すまでの時間が1分以上あるから。え、さっきここで吸ってたやんな。悪口が止まる。なんなんニコチン吸ったよ。先をここで吸ったで。どうするべきなんこれは、親としては。ニコチン吸った。私どうしたらいい、この人。えぐい。お、あと1時間頑張れ。もうすぐ6時でございます。とわくん帰宅しております。コナン見ながらスイカゲームしと。変わってますね。まだ金槌打っとうで。お外真っ暗やで、もう。大丈夫？悪口じゃないよ。うるさくないこの時間は。カルちゃんに例の物を届けに5時ぐらいには行こうと思っとってんけどさ、食洗機したりさ、データ動かしたりしとったらさ、この時間になってしまった。うわーお。おとんがトラックで帰っておる。もっちゃんです。お前 SD カード持ってきた。ちょっと待って。夢ね。はい。めっちゃ可愛い。見て。この人今日ダークやね。ダークキングダム？ダーク心。芸名みたいやろ。どうも皆様です。こんばんは。ダーク心です。いろんな人の悪口言いまくっとんねん。心が？まあ多めに見てるクオイバババやろ。え、耳ねも入ったん？入ってない。耳ねはアホやっていう話。違うで、ケーキの時に。あ、まあ。小漫才しとったよな。あれ、その動画なかったけど、普段の様子ます。ある。いや、なんでもいいねんけど、ダークやねんけど。ダークな、心くん。泣いとん？あ、なんやねん。誰も早くんでまだー。悪口ばっかり言うと。こうやって勉強がずっとこんなのせいでさ、編集進まへんねんけど。勉強が足らんのちゃう、ちょっと。ちょっと待って、12日の動画出すから待って。6時です。なんと、今日の動画を予約するのを忘れていて、6時過ぎてしまいました。6時15分に予約しました。すいません。明日の動画を作るのに必死で。それどころじゃなかったです。27分あった。無理やったよね。ほんで、評決も見ながら再編集。あと130分。あ、ななちゃん、洗い物出して。今日はななちゃんの朝風呂から大変やったな。うわー、もしかして火のゴミまとめるの忘れとる私。正面ゴミまとめなあかん。いやー、あれしなあかん、これしなあかん、こんなんばっかり。というわけで、トイで猫の砂取って給水器洗ってゴミまとめて掃除機します。あなたに電気ぐらいつけてもらえませんかね。のんちゃんから中身知ってんねん。すごいよこれ、牛タン。うわー、牛タン、塊や。1個がこれやで、牛タン。やば。やった。のんちゃんありがとう。とは今日のメニューわかる？何知った？え、ママが言った？まあ、今日のメニューはハンバーグでございます。バレバレやな。バレバレやなんて私が言うとんやん。全然覚えてへんわ。今日さ、心がダークやってんて。お口が悪いねんって。ママもさ、ちょっと今日考えとることあってさ。まあまあダークやねんけどさ、今日ミコたち釣り行っとってな、ハマチの短冊もらったんだ。切ったら刺身になるやつをもらったんだ、ママちゃんに。それをさ、ハンバーグにちょっと入れてみようかなっていうダークなこと。考えてて、切ったらでも刺身になるよ。切ったら刺身になるよ。それをミンチ状にして叩いて、ね、世界ハンバーグってことやね。なんか問題はフォーク。アレルギーじゃないの？違う。あ、バレへんかってこと？そうそうそう。あ、いいや、面白い。食べさせたいね、魚を。混ぜたらさ、案外わからんの違うと思う。わからへんよな。それでももし、なんか、うんってなったらあれやねんけど、この動画公開されるまで一切僕に言わへんから。っていうのはちょっと。早く寝たわれる時代よ。あかん。怒るかもしれへんから。忘れたぐらいに、あの時のぐらいがいいやん。1週間後、この動画見てねっていう。やる気が出たぞじゃあご飯作っていくわ。だって横で食べよってもうわって言うもんな。ママちゃんがくれたなアジの3倍ずつ今日さ食べようと思ったらさ、くっさみたいなこと言う。そんなんな、人が食べるものにな、臭いと思っても臭いって言うなってこと怒った。心の中で思ってって話。うちのボスは賢いぞ。ね、見て。ここまでは普通のハンバーグ。見て、今日釣ってきたばっかりのほやほややで。臭みは全然ないと思う。私はさ、どっちか言ったら生臭い方が好きやからさ、もう一個の柵の方は置いといて、また明日食べようと思って。ダークミニ発動。まずはぶつ切りだ。まさかこんな悪いことしとると思ってないやん。絶対食べへん。もうことごとくな拒否はされとうからさ、ほんまに食べへんっていうの分かってるのに、ほんまに食べられへんねん。ご飯入れてくれたやろ、ニンニン。でもここに割とあるっていうね。で、割合的に結構高いかも。仕上げていきます。このお菓子を食べてましたけど、今日のご飯はハンバーグ、ハマチのお刺身、お米、お味噌汁でございます。そしていつもと違うのはこちらのハンバーグにハマチが入っております。味見してみて。これハマチなんや。うん。どうやろう。割と固まっとうかもしれん。こう柔らかい感じがする。うん。麺でいいから食べてみて。怖い。いつもと違う。わかる？うん。美味しい？うん。魚が嫌いな人が食べたらわかるんかな。ちょっと怖いねんけど。いや、絶対わからんわ。ほんま？でも若干、肉しさはないよな。さっぱりした肉やなって。まあ、肉よ。肉。食べさせてみるわ。怒られるかもしれんな。プリプリのみたいな。ちょっとちっちゃめにしとこうか。普通のんとちっちゃい魚のんつけるわ。うん。いやいや言うたらそっち食べんかったもんな。あー、もうこれが一番うまそう。ちゃうって。こっちや。やめろ。カメラが曇る。これが皆さんしゃべしゃべでございます。ママが食べるのはこれしかない。食べません私。ママが食べるのはこれしか。ちゃうって。普通に映して。今日はココラだ。3個やね。ダークココラやから。これがしゃぶしゃぶ。これが刺身。これがしゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶいただくぜ。あ、すごい色変わった。もうちょいしゃぶしゃぶした方がいい。半焼け？半焼け。そんなピチャピチャするんじゃなくてしゃぶしゃぶ。ピチャピチャ。こいつ腹立つ。あ、乾杯。3人みんなで。美味しい。誰が頼むもつねんって話だな。3人頼つれてな。大騒ぎです。ママあげたよ、自分で。社長とママちゃんとおとんで大騒ぎや。で、1人でこうしながら卵をつって、で、おとんのやりよったら卵入れようと思ったらもう頭出とんねん、水面から。どうやって入れようの。おもろ。あ、うまい。うまいしか言わんやろ。食レポしいよ。食レポ。うまい。ご飯との相性がいい。あ、いいね。そういう食レポがいいですね。それならカイジ見よう。カイジいいよ。世の中がギャンブル。骨沸騰、この釜。まなちゃん、今日の刺身も美味しい。うん。美味しいよ。吉本な、昨日、おとといや。これぐらいの段差をな、乗り越えたところに乗り越えられなかった。ほら。それさ、なんていうか知ってる？年やで。刺身、しゃぶしゃぶが。なんなん、しゃぶしゃぶ食べて。これ。そう、それ、食べて。ああ、ほろほろや。うん。熱いわ。あー、いっぱい食べてますね。はい、ツイートしとこ。はい、チーズ。で、これもツイートしとこ。はい、ツイートします。ご飯です。音大きいです。いただきます。うん。おいしい？うん。今日最後のご飯やで。いいんやろ。豪華したからご飯食べへんで。これだけやんな。ミロさん寝てんの。おいしくいただいてください。はい。赤ちゃんおる。る。みかんの赤ちゃんおる。みかんの赤ちゃん。みかちゃん。みかちゃん置いとこう。おー、食べろ。置いとくな。やめろ。おはようございます。菜の葉です。最近、菜の上じゃんけんでさ、あいこだった人はペットになってくださいみたいな、やってくれてる人が多い。ありがとうございます。菜の上じゃんけんやらなかったらもう、グーチョキパー、もう何も出さなかったら、全部やってもらいます。菜の上じゃんけん行きましょう。菜の上おいやちゃん、ちゃん。僕はパーを出しました。グーを出した人は、今から自分が一番好きなアイスを食べて食レポをしている動画を撮って、コメント欄に撮ったよって書いて、友達に送りつけましょう。パーを出してアイコだった人。今いる人形を数えて、その人形の数だけ、コンビニのお金を使いましょう。1個しか持てない人は、10円。初期を出した人、おめでとうございます。今から親友とか友人とか、家族とかにお願いして、ユニバかディズニーお好きな方に行きましょう。行ったら、いいことが起こるでしょう。1ヶ月以内に行ってください。なんかもう喋る力ない。大丈夫いつも昔